よしよしよし。さあ、欲望のエネルギーはどれくらい溜まったのか。ちょっと見てみるか。お、一回分しか溜まってないな。俺はどうしたものか。おい、やばいぞ。どうしたどうした、なんだ。近くに仮面ライダーがいる。なーに、仮面ライダー、どこだ、どこにいる。俺は究極の進化形態ってやつにはなれねえんだ。もちろんなれる。ただこの DNA をお前に打ち込めば究極の進化体になれるのだが、再生分のエネルギーが1回しかない。この1回で決めなければ我々の負けだ。見つけたっと。仮面ライダー、いつの間に。お前たちが何を企んでるのかは知らないが、俺が全部ぶっ潰してやる。それじゃあ改めて、追跡、撲滅、いずれもマッハー仮面ライダーマッハー。調子に乗るな。それが究極の進化形態ってやつか。なんか地味だけど。ふぅ、今にわかる。かかってこい、仮面ライダー。よっ、はっ、はっ、一丁上がりっと。なんか大口叩いてた割にあっけなかったな。なに、復活した。コアは確かに破壊したはず。もはや再生にコアは必要ないのだ。そりゃ便利な体になったもんだ。だが俺もこういう展開は大好物なんでね。何度復活しても同じことだ。ノール、あはっ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 、覚悟しろ、仮面ライダー。どれ、はっ、お前来た。ゴー新兄さん、かっこ悪いとこ見せちまったな。気にすんな、お前の仇は俺が取ってやる。仇、冗談はよしてくれ。俺はまだ戦えるよ。自分の借りは自分で返す。お前なら絶対そう言うと思ってたよ、新兄さん。おい、お前ら何なごんでやがる。俺たちがいることを忘れんじゃねえ。お、悪かったな。そろそろ決着をつけようか。走るんか、こう。任せといてよ。よし、お前ら
人っ走り付き合えよ。まだまだ始まったばかりだぜ。ほい、それじゃまた後で会おう。またね。ではみんなお手手を。